吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。推理をしてみたいと思います。ゲームクリエイターで有名な田尻さとし、このポケモンやピカチュウを生み出した人物ですが、その田尻氏は町田市に住んでいたといいます。町田市の南上野の都営住宅ということですので、おそらくこの団地に住んでいたのではないかと思われます。もちろんここの団地は建て替えが行われておりますので、彼が住んでいた頃はこの昔は1階か2階建てでした。取り壊しが行われる前に私も訪ねたことがありますが、今はその建物がどんな形だったかを忘れております。この先に彼が通いました南小屋小学校があります。ちょうどこの恩田川沿いのこの先の左岸の方にあります。ちょうど彼がこの道を通っていったのではないでしょうか。そういう住まいのことはなかなか分かっておりませんが、どの団地だったのかということは明らかでありませんが、私の推測ではこの恩田川のほとりにありますこの南小屋の団地ではないかと。南小屋アパートという表示がなされておりますが、ここにありましたおそらく団地に彼は住んでいたんだろうと思います。今は高層の中層あるいは高層の建物になりましたが、前は低層階の建物でした。そうした時代に訪れたことがありますが、もう私が町田市に訪れるはるか以前の時代です。世界的なゲームクリエイターを誕生させたところをずっと訪ね歩いてみたいと思っております。吉田智の発見動画チャンネルでした。終わります。